仕事前に、あ、やったね。タイミングよし。頑張れ。この後か。お前なんかにはこうだよね。こうかなってなった。こうでした。やっぴー、ヤッホー禁止にしたのにな。ラビちゃんヤッホーヤッホー。キャワイエー。しずはむちゃんヤッホー。そろそろ言葉が思いつかない？なんの？やば、髪の毛ボサボサなのね。切りまして。そう、切りまして。バレまして。バレましてんな。画面のポシメは褒めちぎる。47配信はこの状態、普段はこんな感じだじゃないですか。ここからチーバくんになり、そこからけん玉チャレンジなんですが、ね、今日やばい、舌だと思って練習しようと思って、いや出したはいいんだけど、結局今日練習まだしてない。どうしよう。なんか紙みたいなやつがあって、なんか一覧みたいな、大皿小皿とかの、だからコロナのせいで僕たちの挙式も伸びてて言える。そんな間近にあげる予定だったのね僕ら。ヤッホー職場から屋上かな。ついにチーバくんの正体がバレちゃう。それで1時間の尺、そうだよ。持つかって心配してる。チーバくんの形をしたおしめん、チーバくんの形をしたおしめんはチーバくんだね。47時間通しでやらないとチャレンジ終わる。それはそう。もしもし神を、そうだから、この間みたいになっちゃうと思ったから、練習しようと思って、昨日の夜にお腹鳴った夜に出したの。今日練習しようと思って、だけど今日まだ練習練習してない。もし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 、じいちゃんやほきょんちゃん、ケミたまつか心配してるし、持ったら持ったでしょ。どっちにしろ心配、大丈夫、じいが一番心配してるから。それはね。間違えた。おしめんの形をした、おしめんの形をした、おしめんはおしめんだ。あっあっ、僕もそうしてよ。みんなさ、どこに売ってんだろうけん玉ってね。買ってきてさ、一緒にチャレンジしようよ。いいじゃんそれ、めちゃめちゃ。じゃなくて、そう、今回というか、なんか私3個ぐらいけん玉持ってるんだけど、全部抹茶色のやつは結構高かったの。3000円ぐらい、3000円弱ぐらいしたのかな。それはバンザイジャパン入る前に買ったやつで、でもそれ実家なんだけど、これは買ったはいいけど全然使ってない黒のやつ。赤いやつは何個もらった。かわいいね今日も。今日まだまだボサボサだし、なんかあんま未完成だけど、配信ルレーそれ楽しみにしてて。念のためにベーゴマもやる。ベーゴマやったことあるかな。ベーゴマって何の、こうやってるやつ。ちょっとけん玉買って、そう、みんなけん玉買ってよ。けん玉やるかやろ。業務あり、ドン・キホーテ売ってる売ってる、多分これ売ってるんじゃないのかな、こういう一般的なやつ。黒買ってよ、ジリちゃんから。
僕の頭に検査機あるんですけど、ここね、ここか。冷蔵庫にリンゴあったから刺すやつじゃん。今ブチ目を開いてながらお風呂を沸かすという高度なことをしているいいねそれ。お風呂、家にヘビいるのでなんかみんなの方がすごいけん玉できちゃうじゃん。ちょ、今練習する？でもこれ今練習したら明日のあれになんないのかな。明日あれか、何秒で分かってくれそりゃそう、今日はごとリンゴとヘビまああれじゃん、なんかパレードじゃなくてなんだっけ、あのサーカス。これ今練習したら明日の楽しみが減るのかな。諦める？なんで足面がけん玉できるようになる？え、そうだよ。でいつかけん玉検定を受けに行く朝日ジェリアっていうあのドキュメンタリーができるから剣玉買ったら買え、え、いいよ負けないよ。ちなみに本気を出したらジリできるから、あの今座ってるからできないだけで、なんでだろうな。勝て、違う、本当にあの膝を使いたいんだよ。だって下パジャマなのこれバレちゃうな。まあいいか、映んないな。あ、ちょっと待って、ダメだこりゃ、口閉じる早くな、これ牛乳の練習しなきゃだ。いやほんとそう、やばい、明日に向けて勝てそう、あ、勝てない、ラスト内地おじさんになっちゃいそう。けん玉検定受けに一緒に行くみんなね。ダンダンビラムーチョってお笑いコンビの原田、誰それ、 YouTube で見てみようかな。服のアンバランスひどいよね、配信だから上だけ着替えようと思ってけん玉するつもりじゃなかったから普通にパジャマだわ。したちょっとダメだね今日、じじちゃん全暮らしてやばいよな。やめて、その格好でけん玉おばあちゃんちにダサい、最高に。あ、これちょっと一回さ、本当に一回膝を使ったジリアを見てほしい。曲に合わせて、なんか検定はなんか1級から何級かまでがあるみたいなんだけど、この角度でいけっかな。あ、ちょっともう一回。どうあっても無理だこれ。それ在宅勤務で上だけワイシャツで実は何も履いてない、うちで履いてはいるからちゃんと。やっぱりお高いおし、この格好ダサいってみんな内緒だよ。スタートに合わせて練習、それはいいかも。早くない？これは明日楽しみです。やばくない？ちょっと本当にやばい、これ明日企画にならんなる、やばいな。ここはいけんのよ、なんでだろう、なんでだ。あ、あ、あ、わかったわかったわかった、え、
で。スタート、あ、遅いの？ナップは無理じゃない？練習しすぎて寝不足になるに一票。いや絶対なできるなじゃん。でも一個一個は絶対いけんのよ。まずちっちゃいやつでしょ。あれいけないな。え、なんで？つい。開いた。でしょ？でしょ？せーの。せーの。え？え？開いた。これでしょ、あとは問題。これいけそうな気がする。明日何時から？11時からだから起きて。左手が初心者だからね、あんま映ってないけど、パジャマしか映ってないや。左手に補給両手じゃんでしょ。テイク5 やばい、今から企画やばいやばい。磁石つく、おー確かに頭いい。ケイシさんけん玉ね。え、今の見ました？みんな入ったの、入った瞬間に誰もいないじゃん。そんなことある？カジノさんちでバイ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 。光るびっくりだ、今入った瞬間誰も見てなくない？これそんなことある？嫌になっちゃうな。コンコンこんにちは、久しぶり。刺さったからもしかしたらウクライナにならなくて済む。あ、そういうこと。見てた。誰も見てないかと思った、今のこの素敵な瞬間。やんなっちゃうわ、やんなっちゃうわ本当に。もうやめた。ちょっと屋上で移動ね。嘘でしょ。じゃあママがちりちゃん、やっほー、素敵な瞬間。誰も見てない、ほとんど見てない。成功したらみんなでコメントしない謎の一体感。やめてよ。腕の模様が何なのか考察する。そこ見ないの。けん玉、そう、楽しみにしてください。まさおくんこんにちは。泣き星のまさおくんです。でも、もう一回ずりいけると思うよ。あ、これ絶対得意だわ。あれ。あれ。ほら。入った、心の中でめっちゃ切った。やった、頑張れおじさん。そう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 、ちょっとこれいけそうな気がする。疲れたな。今一番いい。
疲れた。なんでなんでなんで、やばいやばい、コメント見てないかも。皿の膝の皿の水が乾くと何になるの？カッパ？これはけん玉検定がみんな優しそう。けん玉、明日はお顔見えるで、どうしたらいいんだろう。これどこでやったら一番見えるのかな、難しいね、それ考えとく、ちゃんとみんな買ってね、けん玉勝負一緒にしよう。明日はたらしんざい、明日は勝負だ。逆に上からどこにつけたらいいんだ。え、画角をちゃんと今のうちに考えて、もうちょっと練習して、あのこれこういうのあるじゃん、これこういったやつ、あれも明日できる。てめたメガドンキ3時までやってたからけん玉買えそう。え、買って、カメラを吊るしてブランブラン、めっちゃ高いので格の違いやばいよ授業に。でもみんなで一緒にうまくなろう、頑張ってほしい、頑張る。コロナの影響でけん玉が品薄状態と、え、絶対ないよそれは。小麦粉じゃない、パン粉はない、なんだっけ、パンケーキミックスが今ないよね。まあそんな感じでですね、そんな感じで明日はね、47時間配信でけん玉をやりますので、みんなもけん玉用意して待っててね。じゃあね、お疲れ、ありがとう。この配信でけん玉、そうだよ見てる人がみんな買っちゃうかもしれんから、なんならじいちゃんのせいでけん玉品薄になっちゃう。みんなでハマろう。ほっけんみでしょ、ほっけんみって何、手にけん玉のいや割と今のでね来たよ。まあちょっと画角ともう少し練習して明日待っててね、ま、ん、頑張るから待っててね。僕の中のジェーム品薄です、うまい、バイ、頑張ってね、お仕事ドンキ寄るの忘れないで。野菜の人ピーマンさん、こんばんざい。ということでこの後は7時から愛理ちゃんの配信があるので、そちらの応援よろしくお願いします。バイバーイ。やば、お腹鳴った、落ち着、ありがとう、お疲れ様、担当さんありがとう。ホットケーキミックス、それね何かと思った。私、おつありがとう。たちちゃん、じゃあね、みんなまたお疲れ、ありがとうございます。おつ、お仕事頑張ってね。